でしょう。ワクワクです。ですね。マスター、マスター、この前の恥ずかしいって気持ちについて質問なのです。この前クレハが言っていたのです。失敗を見られた時じゃなくても恥ずかしく思うことがあるって。それは普段の自分とは違う一面を見られた時だそうです。例えばいつもと違うコスチュームを着た時とか。この前マスターが私と一緒に寝っ転がった時に恥ずかしいと言っていたのはそういう恥ずかしさなのですか？あ、でもあれ、あの時別に普段と違うことは何もしていなかったのです。やっぱりわからないのです。教えてほしいのです。マスターはあの時どうして恥ずかしがったのですか？教えてくれないのですか？それも恥ずかしいからなので。もう私は頭がこんがらがってきたのです。恥ずかしいは難しいのです。でも諦めないのです。今日もマスターと一緒に寝るのです。そうすれば真実に近づけるかもしれません。マスター、ダメだとは言わせないのです。一緒に寝てください。ありがとうなのです。ではおやすみなさい。